エイミー・グッドマン、エイミー・グッドマン、エイミー・グッドマンは、アメリカ合衆国のジャーナリスト、コラムニスト、作家。平和と人権運動についての報道と、独立系メディアに対する支持活動で知られる。東ティモールやナイジェリアでの人権侵害について、調査報道が特に評価されている。ジャーナリストとして、初めて環境保護や人権活動に貢献したものに贈られるライト。 ライブリフッド賞を受賞した。グッドマンは、パシフィカラジオにて、ニュースディレクターを10年以上務めた後、1996年に、ラジオ番組、デモクラシーナウ。戦争と平和レポートを、共同創立者として立ち上げた。ニューヨーク州ベーショアで、眼界の父と教師の母の長女として生まれる。ユダヤ協調正党派のラビオ先祖に持つ一族だが、 活動家でもある両親のもとで自由に育つ。ラドクリフ女子大学に遭遇し、軍隊より激しく攻撃を受けた。グッドマンらは一命を取り留めたものの、自分たちと1975年に東ティモールで殺されたオーストラリア人ジャーナリストたちとの運命を分けた。唯一のものはアメリカのパスポートではないかと思ったという。アメリカは当時インドネシアの軍隊を支援しており、 その後も1993年までインドネシアへの支援を続けた。1998年、グッドマンとジャーナリストのジェレミースカヒルは、石油会社シェブロンが、ナイジェリアの軍隊と村人たちとの対立において、演じた役割を示したドキュメンタリー、ドリリングキリング、シェブロンナイジェリア、S オイルディクテーターシップを制作し、ロングアイランド大学のジャーナリズム賞を受賞。 2008年、ミネソタ州セントポールでの共和党大会において、反戦抗議運動を取材していた、デモクラシーナウのジャーナリスト数名が逮捕され、これに引き続き彼らの釈放を求めていたグッドマンも、騒乱罪の疑いで逮捕された。逮捕の様子はビデオに収められ、違法な逮捕であり、表現の自由に対する抑圧であると批判が起こった。ありがとうございます。